今日の朝飯の味噌汁の具はしめじ水菜揚げです。味噌汁と海苔の佃煮の塩気が体に染み渡っていきます。そこをさっぱり白菜の漬物でお口をリセット。今日のキノコはビッグサイズでしたね。ちょっと落ちちゃいましたけど。昼飯はサブウェイでスパイシーバーベキューサンドを買ってきました。最近自分はマクドナルドよりサブウェイがお気に入りです。バンズやドレッシングを選べたり、無料のトッピングを追加できるのが嬉しいですね。今回自分は黒ごまのパンをトーストしてもらい、ピクルスを無料トッピングしてマヨネーズソースをチョイスしました。具が詰まりすぎて顎が外れそうでした。炭火で焼かれた鶏肉とたっぷりの野菜とパンがお口の中でマリアージュです。マヨネーズソースもうまかったです。ここのポテトはホクホクで侮れないうまさです。夕飯はお気に入りの豚バラとキャベツのミルフィーユにしました。付け合わせのレンコンはごま油で炒めてあります。和風だしで煮た豚バラとキャベツはいつも通り味ぽんでいただきます。これは本当に簡単にできるんで、ぜひみんなに試してもらいたい美味しい料理です。追ってくる白ご飯もうまいです。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。